球選手もいる。めっちゃ入ってる。今日はですね、球選手にちょっとすごい意外といるので光栄で喋ります。これ伊沢円楽寺っていうのが有名ですね。伊沢円楽寺は何宗でしょう。何宗。伊沢円楽寺といえば仏教ですよ。浄土宗、浄土真宗、真言宗。あ、惜しい。真大宗。ちゃうな、そんなないな。真言宗じゃないですか。真言宗。あの真言宗ともう一つ習ったわけよ、日本史で。忘れました。天台宗ですね。あ、天台宗。天台宗と真言宗やろ。天台宗と真言宗があって、今ここ完璧です。天台宗の総本山が伊沢円楽寺です。天台宗とか何なのかって話なんですけどね。そう、仏教の一つなんですよ。広志大社もまあそこの関連するもので、なんか広志大社は別名ですね、三能総本宮と言いまして、その全国に3800ぐらいなんか神社あるんやけども、そのトップ行くのに試合出します。見ながらしゃべる。今日はあのなんかこういうライトアップが無料ということで行ってみたいと思います。天台宗の開祖は誰ですか。ガンジー。ガンジーちゃいますね。ふざけるまで帰ってください。天丼、天丼じゃない、天丼、天丼宗はありません。天台宗が親鸞。ジェオド真宗です。あ、ちょっと天台宗の開祖はさっき出してる誰だ。ほう、ほうは浄土宗ですね。え、天台宗と真言宗はなんか覚えんかった。天台空海最長、意外と綺麗です。三能、三能鳥居と書いてるんですけれども、三能信仰。電話来た。はい。はい。はい。答えて。はい。そう。今日川津行ってたね。三能信仰と書いてたんですけどね、今。三能信仰のトップなんですね、ここ。で、三能信仰は何かと言いますと、ここの広志大社から生まれた、なんか神道。神道？そうそう、一つらしいです。法然とか言いましたけれども、法然さんとか、親鸞さんとかも、この比叡山から、比叉山で勉強して、どっか飛んでいかはっていらんところ。以上。で、いろんな仏教が生まれたっていう。いろんな。初めですか？そうそうそう。だから、比叉山は、仏教の、なんか、母山みたいな。って言われてるらしいです。本拠地的な。そうそうそう。メインは終わりですかね、これ。どうなんですかね。猿がいるんかな、ほんまに。神猿。ほんまにいいのこれ。怖いな。あ。なんか猿が祀られてるんですけれども、ここは。なんで猿か。マサルということでね。ま。魔物の魔。あ。魔が猿。で、ここの場所、なんでこんなに寺があったか。わかります？誰でも来れたら困っちゃうから。ああ、なるほどね。だからこういう厳しいところに。厳しいところに。行き残った人たち。確かに。そういうのあるんかな？平安、都から見てですね、はい、ここの方面が、鬼門、こういう方角は悪い方角やみたいな。ああ。だからそこに、比叡山、寺を置いて、魔除け、都を守るために、信仰されてたと。じゃあお寺があるところは、ちょっと方位的にはちょっとよろしくない。メインから見たかな？メインから見たら。